クレプトマニア。窃盗の緊張感と窃盗後の解放感からなる精神的起伏を快感と感知する、そんな精神障害の一種。男が経営するコンビニは万引き発生率全国トップ3入りの悪名を欲しいままにしていた。本部からの責任追及を受け、ついに男は万引き前の報復に乗り出す。すみません、ちょっとよろしいですか。全名包みメイさん、この店で万引きが問題になっているのです。確認にご協力ください。万引き？私が？バッカじゃないの。勘違いで拘束なんかされたら、私だって SNS とか書き込むから。この店の評判悪くなったら最悪。おじさんクビだよ、クビ。今なら間違いで許してあげるけど。待って、もしかして警察？それはちょっと。やましいことはないんですね。じゃあ見せてください、カバン。うちで扱っている商品ですね。袋にも入っていないし、シールもされてない。そんなのどこにでも売ってるでしょ。別の店で買ったと？そうだって言ってるじゃん。シールがないなら、その店の袋はどうしたんですか？邪魔だから捨てちゃった。ではそのレシートは？もらわないよね、普通。なるほど、大変お手数おかけしました。はいはい。無駄な時間取らされた。なーに、女の子の荷物漁りたいだけじゃないの？最低。今回は許してあげるけど、次は。最後にこちらだけご確認ください。あ、見たことないやつ。新商品？へえ、面白そう。え、ちょっと待って、何これ、ウケる。でもな、お金出して試すのはちょっとな。これでも認めないのですか？はいはい、魔が差しました、ごめんなさい。それが謝罪の態度ですか？もう、こんなのあるなら最初から見せればいいじゃん。やり方が汚いっての。汚いことをしてるのはどっちです？あなた、地下アイドルですよね。事務所に万引きがバレてもいいんですか？分かってたんだ、私のこと。いろんなお客さんが来ますからね、コンビニには。どうしても警察が嫌なら、せめて私には従ってもらわない。